村上はまあどう攻めますか。いや僕だったらもうやっぱりもうインサイドまっすぐですよ。やっぱりあそこビンビンまっすぐで行くしかないですよね。村上選手はシーズン終わる頃にどれぐらい行ってそうですか。まあ50。ミスターパーフェクトマキャラ斉藤正樹さんです。はい、お願いします。いろんな話を伺ってきましたけれども、はい、斉藤さんは今ね、富士の方でもプロ野球ニュースとか解説もやられてて、はいはい、最近こうの野球でちょっと傾向として、うん、投高打低かなという感じ。ノーヒットノーランも4人、完全試合1つ、うん、これなんか要因とかなんか感じるものあります。なんでしょうか。でも僕の中ではやっぱずっとバッターの方がこう、なんていうんですかね。上行ってた感じ。上行って、常にこう練習とかもいろんなことができて、うん、どんどんレベルが上がってると思ってるんですよね。でそこに来て、ここに来てピッチャーが、うん、だから、ちょっと、まあ、佐々木朗希にしても、山本由伸にしても、うん、まあ、ちょっと、次元が、すごいのかなって逆に思いますね。うん、俺多分、その、ピッチャーもどうしたらいいかとか、うん、そういうのが科学的にこう証明されてきて、硬いマウンドに対してもこういうふうに使った方がいいよっていうのが、うん、数値とか、うん、トラックマンの発展で、すごい明確化されて、うん、何をやればいいかっていうのを、ピッチャー俺らはさ、うん、走れとか、腹筋やれとか、うん、アバウトだったのが、うんどうしたらいいかっていうのが、投手陣がちょっと解明されてきたり。なるほどね。それが結構確立してきて、YouTube とかでも、みんな見てる人たちも増えてきて、スピードが上がってきたかなと思うんですよ。うんうん、だって、スピードだってみんな今150キロですよ。150キロ出ますもんね。うん、あれは本当出てますか。いや、出てるな。いや、まあ、だから僕らのほら、やってた頃のイメージの、目で見るのと、トラックマンと、昔のスピードガンと、ちょっとこう違うかなっていう。まあでも僕らよりもちょっと早く出るような気がしますよね。うん、早く出るとは思いますよね、うん。やってた人たちはね。うん、まあでも、こういう話を僕らすると、まあ本当に沢村栄治さんの球は、千葉さんが見たら、ね、もっと早かった、もっと早かったって、ずっと数値で見ていったら170キロだった。それは、千葉さんの目がだいぶ退化してたんじゃないかっていう。そんな話で落ちたっていうことがあったんです、昔。でも昔の人ってやっぱりそういう言いたいんですよ、うん。で、僕らの頃も言われたの。うん、でも、やっぱり、俺はもう今ちょっと携わってても、やっぱりそういうちょっと、言いたくなってきちゃう年なのかもしれないけど、でも確実に上がってきてますよね。上がってきてますね。ね、うん、やっぱりその変化球の精度っていうかね、うん、そういうのもやっぱり良くなってるんでしょうね。一つ気になるのは、精度は上がったんですけど、コントロールは良くないなと思いますよ。ああ、なるほど。うん、そうだな。コントロールはね、ちょっともうちょっとこう、スピードじゃなくてコントロールにこう、シフトしていく時代が、次に来ると思うんだよね。うん。まあだから、スピードもあってコントロールが良くないと、やっぱりダメだと思うんですよね。ダメじゃないですか。でも今って、150キロ超えればいいと思って、うん、そっちの方を今追っかけてる感じがするんですよ。なるほどね、うん。だから、打たれるやつは結構、バカバカっていかれちゃう時あるし、うん、だ結局、コントロールがいいピッチャー、山本由伸とか、そうですね。低めに投げれたり、佐々木朗希も若いんだけど、やっぱりコントロールいいですよ。うん。ストライクちゃんと取れる力あるから、うんうん、そうですね。まあやっぱりだからやってるピッチャーはみんなちょっとスピードもあるしコントロールもいいっていうところでしょうね。今回はみんなやってるんじゃないですかね。今注目してるピッチャーどうですか？斉藤一押し。ああ、僕もうこういう仕事をしてから僕はずっともう山本由伸なんです。山本由伸推しなんですね。うん。で、それはもう、やっぱちょっと衝撃だったんですけど、まあ、まっすぐも速い、うん。で、まあ、球種もカーブあり、カットあり、スライダーあり、フォークあり。で、それが全部一級品で、うん、で、コントロールがいいっていうのを見たときに、これすげえなーって思って。うん、
で、それから、で、その時ってまだ、あの、いいピッチングはするけど、勝ち星がなかなか伸びなかったの。2年ぐらい前です、ね。そう、そう。でも、ここ、もう2年ぐらいね、ずっと、やっぱり勝ち星もついてきてますもんね。だから僕、あやっぱりすげえなーって、僕はやっぱりナンバーワンピッチャーは今、山本由伸なんで。2年前の時にもっと多く言っとけよかったなって思いますよね。本当に。俺が言ったろって。愛東獣ってやつだよね。俺が言っただろってね。言いたくなるやつありますよね。いや、本当そう。じゃあ、まあ、目が狂ってなかったと。まあ、そうですね、うん。そうですね。バッターどうですか、バッター。バッターやっぱ村上でしょ、今。ね、今、村上すごいね。村上、すごい。あの、斎藤正樹、まあ、前世紀、どう攻めますか？いや、僕だったらもうやっぱりもうインサイドまっすぐですよ。やっぱりあそこビュンビュンって言って。僕のやっぱり、あの、まっすらで。まっすらで。行くしかないですよね。まっすらだけは多分ホームランされないね、あれはね。だからそれを見捨ててからのってことですね。うん、たまに、こだましいカーブとかでピョンと外から入れようとか。ゴーンって向こう行っちゃうから、ね。行っちゃう。と思ってます。で、カーブはここ、膝元です ね。膝元にピュッて落とすんですね。ああ、もう。まあだからでもまあ僕だったらまあ最初はまあ外からのカーブ、多分まあカウントは取れると思うんですよ ね、うん。あとはそっからですね。ここにね、まっすらって言って、まっすぐなんだけど、最初って早いんだけど、はい、内側にピュッ、ちょっとだけキュッと曲がる。これがうまみだったら出ない。まあそれが、あの、まあ僕は普通にまっすぐ投げると、そういう風になってたんですね。だから、あの、で、しかもその、左バッターのインコース、右バッターの外角っていうのは、そこに投げるのが一番こう何も考えずに、ぐわーって、ぐわーって手振ったらそこに行くっていう、そういうイメージなの、うん。だから今で言うちょっとカットボールなんだよ、ね、うんうん。だけど、もうそのナチュラルだから、ビューンとまっすぐにしか見えないんだけど、ピュッと曲がるから、右バッターも左バッターも打てないわけじゃん。うん。そこにカーブがブワーッと曲がって。だから村上くんも多分ここで、キュッキュッて、詰まらされたり、ファールだよね。まあでもそうしたら、ね、当然狙ってきますからね、そこでね。だからあとはもうそう、まああとはもう読み合いですよね。だってそんな、もう何回も対戦するわけだから、もう主力とはね。多分それで、途中で斎藤ももうこれはもう手は無理だと思ったら、シンカーとか覚え出すよ。もうあれないときついよね。本当ですよ。外にこう、わーってやつがないときついわ。いやもう。それくらい、あの当時は、それでなんとかなったかもしれないけど、今、向こうが逆方向にホームランするから。いや、だから僕たちの頃っていうのは、その、セオリーってあって、で、ホームランバッターにはもうアウトロー。そこに投げとけば、基本的にはホームランないって言われてたんだけど。ヒットでいいよ。うん、今はもう、それを逆方向に打たれちゃうから、うん、だから余計その、インサイドっていうかね、両サイドは使っていかないと、やっぱり偏っては、なかなか抑えられないっていう。時代ですよね。うん、俺はあとは防具付け出したからダメだと思うんだよ、あれ。なるほどね。うん、ここに防具付け出したでしょ。バッター避けなくなったわけ。だから結局ピッチャーはここをこうのけぞらしたりいろいろ使うから幅広く使えるのに避けないで、でダブダブのユニフォーム着るようになるよ、ね。そうですね。かつってもダメよ。だから怖くない。当たったって痛くねえから。だからピッチャーは、それで、蛇行到底だったんですよ。うん、これ付け出した、うん。これもあったの。だから、これがもうもしどんどんね、続いていけば、また歴史が変わるようなことで、防具禁止とかにはならないと思うんだよね。これはもう選手を守んなきゃいけないから。だからそれすると、もうバッターがどんどん打ち出すと、うん、あの、塁間じゃないと、ピッチャーとキャッチャーの間がちょっと短くなるとか。はい、うん、そんなことが、まことしやがになるのか。うん。あれかもしれないですよ。結局そういうことを繰り返して 18.44 になったわけですから。累換だってそうですけど。はい、今、未上場、長くしようとしてるんでしょ違う。プレートを大きくするんでしょ あ、ね、累換をちょっと、あれするんだよね。累換ちょっと短くするっつって、ベースをでかくするっていう考えなんだって。セカンドベースがちょっと大きくなる。近くなるじゃん。盗塁しやすくなるとか。もうだからね、面白いアプローチが出てくるよね。村上選手はシーズン終わり頃にどれぐらいいってそうですか？斎藤の予言。そうだな。まあ、50、
5本。王さんと並んで止まるでしょう。56を、行くと、はい、日本人に最多ですね。1億円のなんか家を渡すって。出てましたね。はい、出てましたね。オペンホーセが。オペンホーセが1億円なら、一発1億円なら55本までいったら、それ狙うでしょ。ですね。でも僕たちの時もほら、バースが。バースが。55本打った時に。54本で止めたんですよ。あ、そうだっけ？そう。王さんの記録を越さす、54本でしょ、年間ね。で、越さすなって言って、うん、もうすげえミーティングが僕らにあって。ありましたね。で、王さんが監督なんですよ、その時に。だから、これ抜かすわけにいかないって言って、王さんは言えない。うん、絶対に。でも、俺らが何とかしなきゃいけないって言えないんだから、うん、お前ら止めろって言って。すげえミーティングしました。それでも歩かせてもいいっつって。はい、歩かせろって言われて。85年バースが何本打ってるから、多分54本。でしょ、うん、でしょ最終戦、僕先発だったんですよ。はい、巨人阪神で。で、2打席ぐらい、フォアボールですよ。当然ね。うんうん、そしたら、もう阪神ファンもブー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 言うわけですよ。で、3打席目かなんかに、よっしゃーっつって、ギャーってストライク投げちゃったら、ヒット打たれて、危ない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 。っていうのはありました。それは、僕もだから、3年目ですよ。85年。いや、阪神が一緒の年で、3年目で、僕、その時、まあまあ良かったんですね。で、僕も、7回だか8回だかを0点に抑えたら、防御率が取れる。っていうところで、最後先発させてもらったんですよ。取れたの？取れませんよ、そんなの。惜しかったんだよね。で、それだからもう、それでもう左のさ、木下さんってワンポイントの人いてさ、その人なんかもう絶対に、でもワンポイントで生かされるわけだけど、もう歩かせって言われる、だけど、まあとりあえずワンポイントだから、まあなんとかそれでも左だから抑えろみたいな感じになって、うん、ちょっと勝負してホームラン打たれたらすげえ怒られる。歩かせって言って、もうワンポイント出てってホームラン出すわけいかないじゃない。で、勝負いっちゃってさ、ガーンって、もうすげえホームラン打たれてた。うん、あったあった。え、こんなことありましたね。ね。だからまあ村上は、まあ、まあでもね、バレンティが60本打ってんだから、うん、まあでもそのぐらいね、行ってもおかしくはないでしょうけどね。うん、だから各チームが、俺、シーデンス争いしてたりしたら、敬遠とかあると思うんだけど、もうちょっと今抜けちゃったんで、うんうん、多分勝負は勝負である程度するんだよね。そうですよね。うん、だから、そうですね。タイトル争いがこう重なると、自分のチームにそういう、ね、争ってる選手がいたりすると、ちょっとこう考えてあげないといけないことが、ね。優勝争いも含めて。そうですよね。そういうのがちょっと、ヤクルトも抜けたり、村上も抜けてるんで、うん、逆に、もしかしたらチャンスに作用するかもしれない。うん、